年を重ねる美顔を武器となるメイクアップレデューサーのショークです。皆さんこんにちは。今回は、またねちょっとね付録で気になるものがあって買いに走ったっていう、今回はねあのパラパラって雑誌を見てたら、これついてくるのっていうことで、メイクアップの商品じゃないんだけど、はい、あのどうしても惜しくて買いに行ったのが、はい、こちらドン、はい、スイートのこのねポーチ、はい、このねハートリップ2の、ね、このこちはるさんのブランドなんですけども、このポーチあのめちゃくちゃね前見た時にすっごい使いやすそうだなと思って、ね、買う買わないってすごい悩んでたんですけど、付録についてくるなんと結構あのポーチってなかなかお値段がお高いのって、化粧品の高いの買うより私ねハードルがちょっと高くて、いつもねあこれ可愛いんだけどって言って買えないのがポーチなんですよ。はい、なので、ね、いつもこうやってねあの旅行とか持って行ったりするポーチ、はい、これも付録だったんですけど、このアルティザン&、アーティストのねポーチも売ってるものすっごい結構なお値段するんですけど、あのこれも付録で、ね、ゲットしてめっちゃ使いやすいですよね。量が入るのを気に入っていて、はい、使ってたんですけど、今回は本当にね、まあ、まずこの表紙もねやられちゃったんですけど、こちはるさん本当スタイルいいよね。はい、なんか下着のブランドも出されたということで、めちゃくちゃ気になってるんですけども、はい、今回はこのフロクちゃん、はい、もうフロクちゃんがどうしても欲しくて、はい、こちらです。どうです、フロクと思えないぐらいの大きさじゃないですね。でまた薄いピンク可愛いですよね。はい、でこれを、はい、今回はちょっとね家の中でもなんか少し手直ししたいなとか、最近ズームでお仕事することね、オンラインでお仕事すること多くて、でね次から次へと打ち合わせ講義、打ち合わせ講座、打ち合わせイベントみたいな感じで本当に動けない時があって、その時にささって直したいものをちょっとまとめたいなと思っていたので、こちらの方です。でもうね入れてきたの。なので一軍お直しセットみたいな感じになっているんですが、じゃん、はい、よいしょ、こちらの方になります。はい、でまずはね、お化粧ねちょっと直したい時ってあるじゃないですか。はい、その時にこのウルピタ肌持続シートって言って、ファンデーションのねこうちょっと粉吹きとかよれとかがあった時にね、じんわりこう押さえてちょっと直していったり、で特に打ち合わせとかは自分のね机が上がすごいエアコンが入ってて、結構ね直当たりする時があって、なんかこうカピカピってする時があるんですね。皆さんもオフィスとかでこの辺がカピカピっていう時あるじゃないですか。そうするとねこれねちょっと使ってからお直しということで、直す時やっぱりカピカピして肌がちょっと敏感になっているのでね、ちょっといいクッションファンデーションね、クレドボーボーテのタンクッションエクラのね、ナチュレルの方のちょっといいファンデーションでね直してる。あとちょっとまだ潤い足りてないなと思ったら、はい、こちらのルナソルの、はい、スティック状のね、はい、ちょっとこう潤わせたりとか、もう本当にトン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 ってやってね、ちょっとこうカピカピチリメンジワっぽくなってくる時あるじゃないですか。でこれで直したり、どうしても直んない時、カピってますみたいな時はもうね、はい、ドーンと、はい、ポーラのアイゾーンクリーム出してくる時もあります。はい、こちらの2つね、2つで対応しております。え、全体の時は、はい、こちらのねカルテのモイスチャーローションを手に全体的にとって、ね、追い化粧水、はい、でやってからちょっとね、はい、粉をっていう感じですけど、あとねちょっと、ね、スプレーですね、元気なくなってきたなと思ったらね、ちょっとこう根元にだけちょっと少しねつけて元気出すとか、あと前は買ってすごい良かったなって言ってたこのハンドクリームですね。でたまにありません、こうやってオンラインやってた時にちょっとチラチラ、はい、白髪が見えちゃったりとかするときに、ちょっと白髪隠しってことで、マスカラタイプのね、ここをちょちょって直すものも一
応あります。あんまり使わないんだけど、でもたまにあるんだよね。どうしてもなんかこう喋ってると自分だけが気になるんだと思うんですけど、気になっちゃうとテンション下がっちゃうので、白髪もある年ですからね。はい、一緒にね頑張っていきたいと思います。あと唇は結構私はすぐ乾燥して荒れやすいので、はい、こちらの方も本当にずっと使ってるんだけど、はい、リップグロスなんだけど、これディオールさんのグローオイル、ちょっとだけ淡い色がついてっていうのがすごい気に入ってるんだけど、最近ね夏だとこの色そのままで可愛いんだけども、大人な感じでベージュ系を上から押さえたりするのに、ね、ちょっとお直しとして使っております。あとね、ちょっと休憩したい時って、頭疲れたってなってくると、これ、はい、アユーダの傘、これね私結構右目がすごく弱くてね、なんかだん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 疲れてくると右目がどんよりこうくぼんできた上にね、グッとねゴルゴも出てくるので、これをねもうほんとこの後頭筋に当ててちょっとだけ揺らすでガーッとマッサージしたい時あるんだけど、髪の毛あまり触れない時あるじゃない、なんか崩れちゃう。でこれ結構ね痛いんだ、痛気持ちいい、もう頑張んなきゃいけない時一人で頑張んないといけない時に使ってるやつと、あとやっぱりね髪の毛やっぱりこうパサパサこうアホ毛感がアホ毛ちゃんが出てきちゃった時にはね、つげの櫛、これによくいつも使ったら椿オイルをこうやってなじませてるので、もうこれがねオイル吸ってる状態になるので、ちょっとねこうやってね溶かしてあげるだけでツヤが出るんですよ。わかります？ちょっとねこうやってツヤが出るの。はい、なのでまあ私はねちょっとふさふさしたい髪型の時多いんだけども、いやオイルを塗っちゃうとねやっぱりこのペタンってやっぱりどんどんなってきちゃうと、もう夕方になるとねペタンコみたいな余計疲れてますみたいになってしまうので、はい、こうやってね櫛とかうまく使いながら、はい、やっております。こちらはね旅行とか出張行った時に持っていく化粧品たちね、こんな感じで、もうねもう少なくて一泊しても大丈夫なように日焼け止めとかも ねファンデーションとかもちっちゃいの持ってたり、化粧水とかねもうねクリームとかも試供品でほとんど事足りちゃうみたいな、リップクリームとかね。あと便利なのが入ったこちらですよ。これもこの間ね付録についてきて、アイムミミマルチキューブ、これねアイシャドウと見てもチークまでついてる、こんなにちっちゃい、もうめちゃくちゃ使いやすい、もうミニサイズばかりですね、はい、これがお気に入りのティルティルのクッションファンデーションちっちゃいやつ、はい、でちょっとねフェイスパウダーということで、こちらのねジルスチュアートすごい便利なのは、こっちがちょっとねツヤがあって、こっちがねマットだっていうところで使い分けができる。だから少し鼻のところがテカったなと思ったらこっち側使ってね、ちょっと押さえといて、ちょっとツヤ感出したいときはね、でちょっと直してあげるといいのでね、2つ持ってかなくていいじゃない、ツヤ出したいときとマットなとき、ビューラー、これアナスイのやつね、ティルティルのコンシーラー、もうねほんと疲れてる時だけトントンとね隠してあげたりとか、マイマスカラでしょ、眉のペンシルで口紅、はい、こちらの方はコンビニで買えるアクアアクア、これね本当に唇が荒れないタイプなので持っていきます。いっぱい入るので、でちょっと筆ね、あとこれトラネキサムさん、この乾パンとかが最近ねちょっとうっすら出てきちゃったので、皮膚科に行ったら飲んどいた方がいいよって言われたので、これ朝昼晩飲んでます。忘れちゃうからね、あっちこっち入れてるんですよ、チークだったりとかする、まあ、細かい筆とかそんな入れてない、眉毛の筆とかな感じで持ち歩いてます。なので急などっか行かなきゃいけないって言ったらこの2つ突っ込んでいけばなんとかなるみたいな
もうどこでも行って、まあ、すぐ撮影できちゃいますよっていう自分の顔だったらね。はい、この2つになります。パッと見たらね、全然フロコに見えないから、なんだかねね、ちょっと素敵なブランドね、2つ持ってたらなんかできる女風になってませんか。はい、気分がね上がるような感じになるので、はい、ポーチ、はい、助かっております。だってさ、これ雑誌買ったってね、1200円ですよ。1200円で、ね、まあね、スイート、ね、若い子の雑誌だけど、でもやっぱりね、可愛い女子がねいっぱい載っていて、テンション上がる。うん、でもね、化粧品のね案内とかはやっぱりね、とっても私たちが使っても大丈夫なような感じだったりとか、結構ね、今日なんかは、今回はね、ボディの方のね、やっぱナイスバディにナイスバディになりたいじゃないですか。だったらね、もう私たちの年代ってなんかそこの見えてるとこだけなんとかしようみたいなところあるんだけども、やっぱり若い子だとね、隅々まで、はい、ね、磨きたいっていう年頃じゃないですか。っていうことは、その隅々まで磨きたいっていうお得な情報が結構たくさん載ってるんですよ。なのでちょっとね、私たちも、ね、この雑誌ね、スイートさんの、2月号ですけども、2月号でね、まあ、すごいね、値段以上のポーチを手に入れた上に、はい、ちょっと自分のねケアをしていきましょう。はい、もう本当に役に立ちますよ。はい、たまに、あとね、うちの生徒さんで、ね、付録のね、私がよく付録を紹介するので、付録のね、間違って2つ買ったら1つ子供にあげたら、はい、子供がね、すごい、なんでお母さんこんなね知ってんのとか言って、なんか美容の話をするようになって、間が仲良くなったとかっていう報告も受けてたりするので、皆さんね、ぜひ娘さんとね一緒にね、ちょっと読んだりとか、楽しんでいただければいいかなと思います。私がものすごく本当に欲しかったんですよ、この形のポーチ。びっくりしちゃったびっくりし、あ、本当に宝島社ありがとうございます。いつもね、付録楽しみにしております。はい、皆さんもね、またね、なんかちょっとまあ、メイク以外にもこんな付録手に入れてめちゃくちゃ気分が上がったとかいうね、情報がありましたら、ぜひともコメント欄に書いてくださいませ。結構ね、コメント欄だったりとか、メルマガだったり LINE で、ね、なんかこう持ってるポーチ教えてくださいとか、どこのポーチ買ったらいいですかとか結構聞かれることが多かったので、はい、すいません、皆さん期待されるようなポーチを買いに行っていただくて、意外に私、はい、付録で満足しているタイプでございます。はいこんな感じです。はい、皆さんね、もしよかったら、まあ、付録チェックしてみてください。はい、ピックアップコメントコーナー。はい、皆さん、いつもコメントありがとうございます。皆さんのコメントを見て、はい、食部チャンネルはね、成り立っております。はい、なんかね、すごく喜んでもらえるといいなと思ってね、企画とかを一生懸命ね、頑張って伝えているので、ぜひともどしどしね、書いてください。今日は、はい、めぐみ田中さん。はい、いつも参考にさせていただいてます。私も翔子先生の紹介されたフェイスパックを使わせていただいてます。そこでフェイスパックの残った美容液を捨てるのはもったいないと思い、新しい目の周り用のコットンをつけて使ってみたいと思うんですけど、翔子先生のご意見を聞きたくて初めてコメント書かせていただきました。よかったらお答えお願いします。あ、コメントありがとうございます。初コメントなんですね、嬉しいです。はい、すごいいいことだと思います。私もやってみようかなと思いました。はい、私ね、ちょっとめんどくさくて、もう手に取ってね、体中につけてたんですけど、あ、ね、結構あんだけね、いっぱい出てくる美容液なので、ね、また新しいコットンで、そうだよね、できますもんね。ありがとうございます、めぐみさん新しい方法教えていただいて、はい、ぜひとも私もちょっとやってみたいと思います。はい、一緒に綺麗になっていきましょうね。もしよかったらね、皆さんもどんどん、私はこうやってみたよとか、いろんなね、意見ね、教えていただけると嬉しいです。みんなでね、シェアし合って、みんなで一緒にね、綺麗になっていきましょうね。はい、で、私今回食部チャンネルの方で初めてね、初リアルイベントっていうのを、はい、今回ね、企画させていただいております。2月の、ね、19日にやるので、ちょっとね、詳しい話はどんどん LINE の方で
ね、皆さんにお知らせしているので、もし気になる方がいらっしゃいましたら、どうしともお友達になってください。ではまた次の動画でお待ちしております。